そして20年前からその数を急激に増やしています。培養ができないこのウイルスからワクチンを作り出すためには、ウイルスの本場で大量のサンプルを手に入れるしかない。だから皆さんには言っていただくのです。火星、人類の生き残りをかけて。今まで無人機によるサンプル隠しは全て失敗してきた。なぜなら、ある生物が必ず邪魔をしてくるからだ。これが火星の巨大ゴキブリ、テラフォーマーだ。これは種の存続をかけた人間とゴキブリの戦争。我々は今必要としている君の持つ熱いむき出しの怒りを。お前らのほとんどは放っておいても任務で死ぬんだ。なんで怖くないんですか。もう一人じゃないよ。エヴァ、逃げろ。なんで止めるんですか。後は後が。くそったれ。今からこの絵に描いたような理不尽を叩き潰す。刺し殺すような強い怒りを共にたぎらすことのできる俺たちは、地よりも固い刻み結ばれた群れとなる。モザイクオーガン。陸海空の地球生物たちの危機快快な特殊能力を使用できるわけです。一匹かよ、面白い。てめえら、殺す。ついこの間まで砂漠だった星の虫けらがよ、125万種以上の命の炎が燃え盛る地球をなめんなよ。負けた方が害虫だ。